始まりました。始まりました。はい、21時じゃなくて20時です。ごめんなさい、打ち間違えました。すいません。そしてお待たせしてごめんなさい。お待たせしました。イエーイ、みんな元気？始まったよ。いや、今日は私さ、5分ぐらいずっとこの激辛ソースをさ、持ってましたね。激辛企画をやろうと思って。イエイイエーイ。見える？ね、すごい辛そうな。あ、そう、これをね、今作ってきたの。ありがとう。焼きそば。私が今日、カンプキンで何を買うかって超迷ってたの。うん。ミュウミュウのチョーカーか。かけていい？かけていいよ。新しいカメラかって。すごい。で、こういう配信とかもやるから、このなんか Vlog に特化したカメラを買ったの。ソニーのカメラ。そう、なんか USB に挿すだけで、配信のそのカメラとして使えますっていう。USB に挿すだけで？そう、なんか今まで何かをかませないと、なんかそういうなんとかボードをかませないと無理だったの。だけどなんかこれはできますよ、あ、簡単だと思ったら全然できなくて遅れました、ごめんなさい。そしてすごい、じゃあニューカメラからのお届けなんだね、今日は。しかももう一回やって、なんかこれがこうやってやると、あ、ほらー、すごい、すごくない、すごい、すごいよね。ビンタコあった、すごい。もう一回やってみる？もう一回やって、やって激辛や、こい、ピントが合わない、あれ、ピントが、あれ、ピントが合っていうのがお前の売りだろう。こい、頑張れ。1回だけなんだよ、きっと。1商品1回までですっていう、あの、え、だとしたら高いよ。だとしたら、え、元取れる。いや、なんかかけたよ。そう、 ありがとう。とかお箸をね、そう、それで、今日は我々が、全然激辛が得意じゃないのに辛いのね、いっぱい買ってきたの。まず、かなこちゃんがずっと持っててくれたのが、すごい、鬼の辛そうな。いや、マジでピント仕事して高かったんだからね。ピント高かったのに。ねえ、それが君の売りでしょ。ちょっとでね、ソニー2人で買いに行ったらさ、全然辛くないのも一緒に買っちゃったっていうオチね。いや、ってなんか美味しそうだったんだよね。普通に美味しそうだねって思っちゃったね。スーパームーチョとかね、私わさビーフがすごい好きです。酸っぱいのが好きでさ、混ぜてみるね。あ、ワイもソニーのカメラ使ってますだって。ほんと？同じやつかな。ちゃんとね、頑張れだって。頑張れ、ソニー、頑張って。ほんと頑張って。そう、グリーンバックでお届けしております。なんで、激辛やろうと思ったの？特に深い理由はないんだけど、私があまりにもうんともすんとも言わないから。違うのよ、私なんか今回もなんか楽しい企画を考えたいと思って、ちゃきちゃんにね、辛いもの食べるっていうのはどうかなっていう LINE をしたのよ。その返信が今日になって帰ってきて。そうだよね。そうだと思う。私本当に嫌われちゃったのかと思ってさ、ドキドキしちゃったよね。違くて、なんか、あ、そうなんだなって思ってたの、心の中では。あ、そうだったの、そう。ペヤング激辛は気をつけてなって。ほんと？みんな食べたことある？あー、私焼きそばにはマヨネーズをかける派だったのに、マヨネーズを持ってくるの忘れちゃった。マヨネーズあるよ、どっかに。マヨネーズちょっと探して。でもこれ激辛にさ、マヨネーズかけたら邪道なのかな。あ、じゃあついでに、ついでに、なんか どれ行く？次食べる？なんか、あといっぱいあるんだよね。そうか、今日食べ比べなので。みんなご飯もう食べた？激辛、あ、ピントあった。ピントあった。結構近くまで持ってくれば合うんだね。ほら、一回だけだ。一回だけなんだよ、ピント合ってくれるの。あったはい、これと、カラカラを。あ、すごい。あ、みんなどれがいいと思う？あと、チャルメラなのも、なんか激辛で、ね。やっぱほら、マヨネーズで辛さ弱まりませんかねって言ってる。やっぱダメなんだよ、きっと。激辛企画にマヨネーズ使っちゃダメなんだよ。今食べてます。あ、今食べてる。え、どれ次お湯入れるべきだと思いますか、皆さん。
カップラーメン、カップラーメン、カラカラウオ、うん、チャルメラだとしたらどれがいいかな。どれにお水を、お水じゃない、お湯を入れるか、どれがいいだろうか。ねえコメントなんでね、そうで、ちゃんと救済処置として美味しい牛乳を、牛乳を飲もう、美味しい牛乳をこの量で買ってきたので、はい普通にね、色はね、うん、色的には結構普通の焼きそばと同じような色なんだよね。本当？ほらだからね、そんなにめちゃめちゃ辛そうって感じではない。みんな次何がいい？見てるだけで辛そうって、あ、美味しさならカラカラウオだって。じゃあカラカラウオ食べて、うん、あ、皆さん食べたことあるんですね。なんか激辛にはお湯の量を減らすと良いって書いてある。じゃあカラカラウオ入れてくる。カラカラウオちょっとつないでて。嘘でしょ、嘘でしょ私を一人ぼっちにするのね。うん、する。嘘でしょ。はい、ミャンとカナコクッキング、あ、そうだって、なんか言わなきゃいけないことがあるから、うん、それを、うん、ちょっと説明しててほしい。え、一人で発表するの、そんな大事なこと。うん、本当に。そう、え、じゃあいる。うん、いて。はい、じゃあはい、え、こんなタイミングで重大発表するのおかしいでしょ。とりあえずさ、このさ、ペヤング一回食べようよ、うん、そっか、間違ってる。え、すごいね、今日はいつもにも増して。うん、どうしようかな。え、待って、お湯先に入れたい。だってこれ3分とか待たなきゃいけない。じゃあ、お湯を入れてる間に私が、うん、ここまでの概要を説明しよう。お願いします。皆さん、宮本かな子です。名前を言っていなかった宮本かな子です。お元気ですか？ゴールデンウィーク楽しんでますか？さてさて、私たち実はね、重大なお知らせがあるんです。今度8月14日に、去年の8月に延期になっていたイベントを開催しまーす。イエーイイエーイお待たせいたしております、皆様。みんなやるやる詐欺をね、そう、やるやる詐欺じゃなく、いろんなご時世の影響により延期になってしまった私たちのイベントがね、はい、去年の8月に開催予定だったんですけど、うん、それを1年越しに開催することが決まりました。お待たせしております。ありがとうございます。かなこのところで、すでに先にもう買ってくれてるよって人にはちゃんと特典がついてるんですけど、食べよっかそうだね、まず食べよっか私もそれに盛りたいありがとう、よそってくれて、うん、辛いかな、こんなにいっぱい食べられないかな。すごい、いやー、いやめでたいよね。ほんとずっとやりたかったイベントだったから。ちょうどほぼ1年前でしたよね。そうなの、8月のね、15日の予定だったんで、うんうん、本当に1年越しになってしまったんですけど、かなこがちゃんといろんなこの日付とかを見て、この日だと初めて何々があった日で、この日だとちょうど何日だよっていうのを全部教えてくれて、マジでなんかダメ男ムーブかましまくりで、いやなんか私結構なんかこう記念日とかなんかあれよ、気にするタイプなんだよね、こう見えて、うん、やだ恥ずかしい、可愛いと思って、でごめんね、こんなダメな彼氏でって。うん、大丈夫だよ。いただきます。いただきます。え、もう辛い。すごい辛いの。もう辛い。ちょっと待って、ちょっとだけ食べよう。ちなみに私たち2人とも辛いのそんなに得意じゃないというね。きます。なので無理せずで食べてみましょう。うん、え、匂いがだってもうさ、あれだもん。せーの、はい
ね、痛い、舌が。え、舌が痛い。痛い、痛い。え、唇が痛い。涙が出ちゃう。え、唇が痛い。え、痛い。大丈夫？え、大丈夫？うん、痛い、痛い。舌が痛い、舌が。痛い、痛い、痛い。すごいね、これ何が入ってるんだろう。何が入ってるの。油揚げ麺、うん、植物油、うん、ラード、醤油、食塩、香辛料、うん、添付調味料。ええ、トマトペーストだってよ。痛い、痛い、待って、痛い。いやもう絶対にこのマネージャーさんに食べさせる。ちゃんとドア閉めてくれ。痛い、痛い。辛いなの元は何なんだろう。全然わかんないけど、すごいね、これ。すごい、涙が出ました。めちゃめちゃ辛い。あ、辛さは通覚ですから。そうなんだ。いや、なんかあれですね、あの辛い辛いって言ってる千秋ちゃんも可愛いですね。いや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 、すごい、すごかった。あ、痛い。え、まだ痛い。え、カプサイシンだって、辛いのは。ごめん、今爪楊枝が飛んでた。あ、でもちょうどゴミ箱に入った、うん、え、痛いんだけど、まだ。すごいね。え、これ食べた。やばい、声変わっちゃう、声変わっちゃう、これ喉に結構。え、宮本さん冷静。痛いんだけど、マジで本当に。え、危なかった、危なかった。え、痛くない。え、痛くない。え、痛いんだけど本当に。すごいね、もう、うん、結構これマヨネーズでもちょっと中和されないレベルで、これ皆さん食べたくなってきたんじゃない。マヨネーズもてくれ、探せばあると思うよ。いや大丈夫大丈夫。なんかさ、お口直しに違うのも食べようじゃ。はい、どうぞ。いや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 、まだ召し上がっていらっしゃらないから、一口もね、やる前から無理だなんてね。すごいね、なんか楽しかった、初体験。痛いんだけど。あ、どうぞ。一番辛いやついったらしいよ。あ、本当？食べる順番間違えた。違うんだよ、あのさ、ちょっと今日配信後ろに倒しますって、うん、後ろにしますって言った時にさ、なんかすごい千秋ちゃんがずっとペヤング作んなきゃ、ペヤング作んなきゃって言ってて、ほら、あの湯を捨てなきゃいけないから早くペヤング押し込まないとって言って。そう、湯にはさ、ちょ、時間かかるじゃんって言ってて、うん、あ、そっかと思って、私も慌ててペヤングをね作りに行ったんだけど、うんうん、確かによくよく考えてみれば、この明らかに辛そうなパッケージの確かにこの濃いやつは一番最後に挑戦するべきものだったね。間違えたね。まずこのカラムーチョからさ、この買ったカラムーチョから行けばよかったね。カラムーチョ食べてみて。カラムーチョ行ってみますか、うん、え、ペヤングについてググったら、そのままでは食べきれないレベルらしいです。すごいよこれ。え、ちなみにこれのさらに辛いやつがあるらしいんですけど。あ、そうなの。うん、あの、痛いんだけどずっと、どうしよう。え、じゃあ、え、痛くない。痛い痛い、口痛い、口痛い。痛いよね。え、いや、あの、麺が触れた部分は全部痛い。全部痛い。すごいすごい。世の中の激辛好きな人は何なの。すごいね。うん、な、例えばさ、あの、味がさ、の辛さが選べるさ、担々麺とか食べるとするじゃない。うん、何、どのぐらいの辛さをさ、普段は注文する。ボンディっていうカレー屋さんに行くときは、うん、いつも甘口でって言ってる。甘口ね、カレーは甘口派。うん、わかりますわかります。ココイチも甘口、カレーは甘口派。うん、わかりますわかります。私でもカレーはね、うん、あの、市販のカレーは、うん、中辛と甘口を混ぜる派。ふん、ものによる、ものによるよ。中辛辛くない？ね、バーモントカレーはあんまり辛くないとか、なんかメーカーによってなんか辛さがいろいろあるから。あー、うん、みんなラスボスから倒していくタイプか。ほんとだよね。え、待って、なんか、じゃあこの後食べるやつは平気ですねって。じゃあカラムーチョ行ってみようか。でも完全にさ、もう味覚が一瞬にしてさ、うん、もう機能してないよ。え、召し上がりました？なんで召し上がってないんですか？召し上がってくださいよ。ポテチ行ってみよう。ありがとうございます。今日はこれは無理で
カラムーチョ、ピント、ピント、ピントしたー、ピントの仕事でした。感動する、いやよかった。そう、じゃあ乾杯。乾杯。すごい、何にも感じない。味がない。うん、味がないなんかしょっぱいなとは感じるけど、うん、味がない。だってまださっきのって痛いもん、口が全然びっくりするほど味がない、うん、これね、食べる順番絶対間違えちゃった。絶対間違えた。これ多分普通に食べたら私たちこれでも辛いはずなんだけど、うん、味がしない。全く味がないね。味がしない。味覚破壊されてそうって、確かに本当にそれだと思う、うん、じゃあちょっと一旦さ、うん、インターバル挟んでからもう一回さ、うん、カラムーチョから挑戦してみようか。ココアとか買ってきてみる。いやー、このお揃いで買ったヒゲ茶、ヒゲ茶って薄めてみる。トウモロコシ茶がそう好きでね、見かけて買っちゃったんだよね。そう、あ、もう絶対買おうっつって。そう、さっき一緒に買い出しに、うん、一緒に買い物に行こうよって誘われて、すごい私嬉しかったの。なんか、うん、あ、でもふんわり香ばしい雰囲気はする。ああ、もう味覚的にね、うん、来てますね。それは来てますね、来てます。甘いよこれ。私なんかじゃダメージが深刻だ。そうだね、やばい、だいぶ甘い。やばい、こんちゃん、コーン茶はさ、甘いんだよ。うん、え、ほんのり甘くて香ばしい。そうそう、で、そう、コーン茶は大好きなの。大好きだけれども、いや、でもこれ作っちゃったんだよね、もうカラカラウオをさ、カラカラウオを食べよう。さっき、美味しいって言ってた。うん、からインターバル挟まずにカラカラウオに今度は。え、でも皆様のご指摘通りに、うん、ちゃんと麺とかお湯は少なめ、うん、少なめの方が辛くないの。お湯多い方が辛くなさそうなイメージだけど、嘘だったのかな。嘘だった、もしかして。え、嘘つかれた。カプサイシンはアルコールによく溶けるのでお酒が効果的です。あ、そうなんだ。お酒今日はないね。ないね。うわ、いや、これすごいよ。この色がだって全部入れたもん、容赦ないじゃん。しかも汁全然ないんだけど。これ大丈夫、これすごいよ。合ってるかな、この作り方合ってます。見たことない。あ、見て、なんかさ、先週前回の放送のさ、うん、あのなんだっけ、チーク菓子を思い出すね。この粉をさ、すごい勢いでこう入れていく感じが。でも、はいはい先生、はい、さっき、はい、川さん、かなこちゃんが、はい、私がちょっと顔面塗装をしてるから手が離せなくて、じゃあ私がペヤング作ってくるよって言ってくれたんだけど、うん、もうなんか、え、火薬って今入れるものなの。これは何なのって言って、結局マネージャーさんが手伝ってました。違うのよ、あのペヤング作ろうと思ってさ、うん、あの開けるところまで開けたじゃん、うん、で、ちゃんとお湯を入れる前に私はこのスープの素みたいなやつを出したのよ、うん、あ、で、これで入れればいいんだと思って、うん、入れて戻ってきて、したら机の上にね、うん、なんか明らかにお湯でふやけそうなね、キャベツみたいなのがあったのよね、うん、で、あ、待てよ、これはお湯でふやけるんだったら開かない、大丈夫、開けてあげようか。ハサミも、ハサミ？怖い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 よ。あ、いた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 。ありがとう。ね、これは、あ、待てよ、お湯でふやけるタイプだからお湯につけなきゃいけないと思って、それで慌ててお湯を入れた後に火薬を入れた。けど意外とふやけてたね、それでも。大丈夫だった。うん。ペヤング。味は大丈夫。皆さん、ペヤングを作るときは先に火薬を入れてからお湯を入れるんですよ。かなこお姉ちゃんとの約束だぞ。だぞ。完全にね。すごいね。地獄みたいだね。写真撮っとこう。すごいね。カラカラウオ。カラカラウオ。あ、でもなんか豚骨魚介
激辛。その魚粉三田製みたいな匂いはしない？三田製麺、魚介の匂いはする。これ2番目に辛い？辛い順できてる？これやばい？いや、本当なんです。あ、さようでございますか。あ、やったねやったね私たちのこの正解だね。そうだね、ラスボスから倒していくタイプだとしたら順番はまあ、うん、そうだね。ちょっと私辛むち挟んでみようかな。後が楽っつって、うんうん、あ、そっか、先にお湯増やした方がいいですよ。逆にさ、なんか辛いとさ、辛みとかが強くなるからさ、水入れたらどうかな。ぬるくする作戦。熱いともっと辛くない？熱いともっと辛くないですか？あれあれあれ、みんなはどう思う？全然、熱さ関係あるのかな。暑さ関係あると思う。でも冷たいキムチも辛いよ。わかんないね。じゃあさ、一回さ、あったかいので食べて、その後冷たくして食べてみたらいいんじゃない？見てこれ、すごい、なんかすごくない？この色、わかるかな、伝わるかな、伝わる伝わります。この、あ、冷めてると美味しくなさそうって言ってる。確かにね。汁がない。そう、汁がない。担々麺みたい。だってなんかお湯、汁なし担々麺、お湯が少ない方がいいって、なんかさっき辛いかもしれない。いいよ。本当？うん、味濃い。ありがとう。千秋が作ってもらった、作ってくれたものを食べられないわけがないじゃないか。本当にこれで、うん、ちょっとでいいよ。あとでゆっくり食べよう。全然取れない。あ、やっぱり熱い方が良さそうですね。ありがとう。すごい、なんか汁なし麺みたいな、ね、でもね、こっちはね、あの、うん、さっきのペヤングはもう変えた時点ですごく辛かったのよ、うん、匂いがもう辛かったのよ、うん、こっちはね、魚介の豚骨の匂いがするから。そうなの、なんか見たせ、なんかラーメン、まだラーメンって感じ。汁いる？大丈夫。さて、このカラカラウオを食べてみましょう。はい、いただきます。いただきます。ね、匂い嗅いじゃう。あ、でもやっぱ満たせな雰囲気はある。すごいすごい。あ、もう、うん、パパパ、おいしい。か、ん、おみがわさんの味覚が。いや、あ、後味辛い系？食べてみよう。多分、うん、さっきの、そう、さっきのダメージ負ったところは いけるの。でも、さっきダメージ負わなかったところがすんごい目ヒリヒリしてる。後味が辛い、これは。うん、でも美味しいかまずいかで言ったら分からない。美味しい美味しい。うそ、麺がもちもち。味が分からない、どうしよう。え、これ誰美味しいって言ったの？ただね、これは豚骨がす、うん、あの豚骨の雰囲気もちょっと残したければ、うん、さっきの多分あの辛いさ、うん、あれをも半分ぐらいでもよかったかな、私の中では。どうかな。色やばくて草って。ねえ、私たち何と戦ってるんだろうね。確かにペヤングの後だと楽しむ余裕がありそうって。あ、白いご飯に乗せるのが解決策かもって。それ美味しいかも。なんかあの、うん、麻婆丼的な。え、で、味覚が壊れてるは確かにそうかもしれない。うん。なんかだ、なんかいける気がするって一生思っちゃうもん、うんうん、うん、うん、だって唇に触れた瞬間、うん、痛くない。だからそれだけやっぱすごかったんだね。
だって2口目食べれてるもんね。うん、すごい。やっぱ1個目がすごかったんだね。うん、食べれたね。うん、いやいやいや、すごい。いやでも美味しいか美味しくないかで言ったら、うん、板製麺に行きたい辛くないやつね食べたいよね。うん、うん、これをはちょっとわかる。これを食べるんだったら姉ちゃん牛乳口、うん、YouTube に入れるよ。いいよ、ありがとう。お姉ちゃんがついであげる。やったー。1週間ほどお姉ちゃんだから。早くしてお姉ちゃんお姉ちゃん早くしてありがとう。せかすな、せかすな妹よなんかでも牛乳と混じると余計辛いかも。さっきヨーグルトの方がいいって。本当？うん、やっぱりなんかね、牛乳混じると余計辛いのは間違いじゃないね、これ。あとアイスが究極いいって言ってた。あ、本当？うん、痛覚をいじめる感じだね。なんかサウナみたいだね、口の中でね。暑い冷たい、暑い冷たい、整うみたいな、そういうことを激辛の人たちはしてること。あ、サウナの後に水風呂に入る的なやつ。そう。あ、そういうことなんだね。辛いアイス、辛いアイスみたいな。ね、どうしよう、私これで 激辛に目覚めてしまうかもしれない。もうでも舌が回ってない、もう辛すぎてどうしよう、目覚めてしまうかもしれない。鼻水が止まんないもん抜けが良くなってねすごい、なんかすごい、鼻水が止まらない一周してからペヤングに戻ろうとか言って、鬼畜鬼畜ストレスが溜まってると辛みが美味しく感じるって。本当？うん、そうなの？じゃあストレスを感じてないってことかな、我々は楽しくね楽しく生きてるのかも、うんうん。さてどうでしょう、一段落したところでお知らせをしますか？そうですね、私お知らせを書いた紙をちょっと待ってください。え、ありがとう、お知らせを書いてくれたの。うん、もうグループ LINE での私、かなこが大丈夫なら大丈夫ですしか返してないもんね。そんなことないよそれでは発表します。お願いします。8月14日日曜日、千秋とかなこが何か やるやつ、かっこ仮、お待たせ、初イベント、イエーイ、ついに開催します。場所は横浜ミントホール、時間はお昼です。11時40分オープンの12時スタートとなっております。本日より抽選販売受付開始です。で、引っ越し貴重ですね、尾身川さんのくしゃみが聞けました。辛いのパワーでしょうか。辛いのパワーやばそれでですね、チケットが2種類あります。はい、特典付きのチケットと、はい、通常のチケット、うん、で、特典付きのチケットは限定記念 T シャツが付いてくるよ。そして私初の試みかもしれない、なんかすごい新鮮ですけど、リハーサル見学が特典付きチケットにはついています。私も初めて。本当？うん、ね、リハーサルってどんな風にやってる、いつも。え、普通？普通、結構普通？普通って何？なんかこうさ、うん、普通にこう本番と同じようなテンションでさ、リハーサルやってるとかさ。あ、やんないかもしれない。あ、本番にとっとくタイプ？うん、大抵時間がないから時間がないのと、生演奏っていうのがあるから、うんうんうん、その曲の触りだけやって、うん、聞こえ方とか、うん、で、うん、バランス調整して OK だったら、じゃあもうそれで次でみたいに流れてくる。あー、ほんと？なんかさ、うん、わかんないじゃん、うん、なんかさ、リハーサルとかでさ、もしかしたらものすごいさ、ちょっとみたいな感じで切れてる可能性あるじゃん。え、これはもうラップボトルなの切れ方がおかしい、切れ方がおかしい、切れ方だとしたらちょっと、ちょっと言ってる可能性あるじゃん、お前のやり方みたいな。そうそう、音が聞こえねえとか言ってるかもしれないじゃんちょっとさ、その姿をさ、皆さんにお見せ してしまうかもしれないと思ってさ、今かなりさ、このリハーサル見学についてはドキドキしています。え、でもかな
構変わんないよ。本当？うん。大丈夫かな、うん。ドキドキしちゃう。あとちょっと格好つけちゃう。なんか結構あのイベントの時公開リハーサル、そのな何？ショッピングセンターとかで歌う時ってさ、うん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 、もうお客さんが入ってる状態。何、うんうん、館内にいる状態でさ、リハーサルをしたりする、うんうんね、そうこともあるんだけど、うんうん、なんかあの私結構がっつりあの歌を歌いたいタイプなんだけど、うんうん、なんかあの周りからの一番でやめとけよっていう圧力を感じて、なんかあのもうちょっと歌いたいなと思っても大丈夫ですとか言っちゃうんだよねだからさ、もうなんかもうあのね、公開リハーサルってだけでちょっとドキドキしちゃう感じなんです。大丈夫、公開だけど、うん、公開じゃないから好きなだけ歌えるよ。本当？うん。そっか。でもね、あのこの公開リハーサルは、うん、11時10分からの20分間だけ、うんうん、限定です。うん、へえ。だって最初からさ、私たち2時間ぐらいリハーサル多分するんだけど。あ、本当？2時間リハーサルね。すごいよね。時間は2時間ぐらい多分撮ってあるんだよね、うんうんうん、で2時間のリハーサル丸々見てたらさ、うん、本編見てるのと同じだから、うんうん、ネタバレじゃん。だから20分間しかあの皆さん見られないんですけど、うん、一応そういう、公開リハーサルが見られるチケットですよっていう。すごい、ラップだけに切れるのが大事ですよって赤坂でもよく響いてましたって。あ、本当ですか。うん。それでもうね、すでに手売りのチケットを持ってるよという方もいらっしゃると思うんですけど、うんうんうん、あのアップグレードもできますのでご安心ください。はい。当日はね、うん、10時半からグッズ販売もあるそうなので、うん、10時半から来ていただいてグッズ買ってね、 T シャツ着替えてもらって11時入場の11時10分からの公開リハ見てもらって、うんうんうん、12時から本番、私たちのイベントをね2時間ぐらい見てもらってっていう流れで、あの皆さんに楽しんでいただけたらなと思います。8月の14日です。8月の14日です。よろしくお願いします。初めてだね、2人で一緒にイベントやるのね。あ、そっか、あのお客さん、そうそう、うん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 、ドキドキするね。ね、なんかもうどっち側座っといた方がいいよっていうのをアピールしてた方がいいのかな。どうする、曲によってこうやってあっち立ったりこっち立ったりしてもいいよ。手に、うん、でもいつも私こっち側にいるかもね。確かに、これでさ、あ、うん、そうなんだって思って、あのえ、だから、え、下手？下手側ってこと？千秋が上手で、私が下手って思って、うん、本番逆とかったりするでしょ。本番逆ね嘘でしょ、全然違うやっけ、全然前に来ないみたいなわからない、わからないね、うん、どっちになるのか、うん、まあ多分このまま行くと思いますけど、うん、はい、という感じになっています、はい、うんうん、で本日からチケット発売なので、うん、この配信が終わったら、はい、あの URL を発表しましょうかね。はい、はい、という感じです。本編はね、あの8月の去年やる予定だった朗読劇をついに初披露、やっとね、できる。寝かせたね、本当だよね、1年間寝かせたね、うんうんうん、なんかあのこの YouTube チャンネルは7月から始まったから、うんうんうん、なんかこう始まる感じの朗読劇がいいですとか言って、うん、無茶な無茶ぶりをして、うん、なんかこう出発するみたいなあの朗読劇をね書いてもらったんだよね実は、うんうん、なのでちょっと1年経っちゃったけど、ここからまた再出発するぐらいの気持ちでいきましょうか。手書きで書き下ろしをしていただいておりますので、ね、なんかどっかで聞いたことあるなっていう話じゃないので、楽しみにしていていただけたら嬉しいなと思います。私たちが声優だということが分かってもらえるように、私か頑張ろうと思います。声優だよ声優ですよねなんでそこで苦笑いするんですかなんだと思ってるんですか、宮本かな子、何だと思ってるんですか声優大丈夫だよ、よし、事務所からもお墨付きの声優だよ、よし、頑張るぞ、よしすごい、即買いですだって、ありがとうございます、ありがとうございます。これ、オンライン配信はないんだっけ。オンライン配信はないんです、なので、はい、ぜひ当日は来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。詳しい入場順とかあのはあのチケットサイトに詳しく書いてくれてると思います、
見てみてください、はい、あの私がお世話になってる片桐さんっていう人にお願いをしてるのでちゃんとしてると思う、うん、片桐さんいつもご協力をいただいてありがとうございます片桐さんはねすごいんで私が、うん、昔イベントの当日にスタッフさんが当日来れなくなっちゃって、うん、あら大変そう。そしたらなんかツイッターの様子から察したらしくてなんかお手伝いに来てくれたの。スーパーマンですね。そう、それは無償で片桐さんいい人。私にはなんか打ち上げのご飯をおごることしかできないんですけどつったらいいですよっておっしゃってくださったのでなんかそういう意味も込めていっぱいグッズを買っていただきたいなとそこに繋がるのねよろしくお願いします。もう私にできるのはそれだけなんです。もうなんかあのイベントに向けてなんかいろいろ盛り上げていきたいね私たちも、うん、あ楽曲何もまだね、うん、決まってなかったりするから。この間なんかあのせっかくだからイベントに向けて曲作ろうかって話をしてて、うん、あの千秋ちゃんに歌詞もしかして書いてくれたりするって聞いたら、うんうん書くよって言ってどのぐらい時間かかるかなって、うんうん、それがほら例えば半年かかるとか言われたらもうそろそろ曲を作ることを進めないと間に合わないなとか、ね、そういう風に思ってたわけですよ、うんうん、でしたらあの数時間みたいな返信で、あそうもう 1,2 時間でできるよって、早っってなったっていうだけどやるまでに2週間かかるあやんなきゃなで2週間があるから、うん、実質2週間なのかもしれない。あーそか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 、やんなきゃなあの期間含めたらね。そうよしやるかーって。いやでもそういうのあるよね。なんか私やらなきゃいけないことリストをねずっと書いてるんだけど、うん、なんかこれなかなか消えないなみたいな、あれこれなんかあれそんな時間かかる作業じゃないはずなのになっていう時ある。何いやすごいなんかもうそんなリスト作っただけで私人生からドロップアウトしたくなる。本当、うん、いやもう私すっごい忘れっぽいのかさ、うん、これリストにしとかないとさ、うん、寝るじゃん、うん、起きるじゃん、覚えてないの何も、あれ今日は何をする日だったっけってなっちゃうから、うん、なんかもう乗る電車とかも全部前日に調べて何時に起きて何時に家出てっていうのをしとかないとダメなんだよね。分かんなくなっちゃう。どうなんだろう、みんなはそういうことしないのかな。え、前日のうちに済ませる派ですか、それともギリギリにならないとできないタイプですか。あ、自分も取り組むまでに時間がかかるタイプです。あ、って手がつかないものは諦めるのがいいですよそれ夏休みの宿題って書かれてる。あ、夏休みの宿題やってた方だっけ。やんないよ、寝るわけがないじゃんやだ、だって義務教育だよ。中学とかもあった宿題。え、あったよ、あったよ、みんなあったよ、中学も高校も。え、記憶がない、中学の時の記憶がないかもしれない。もしかしたらゴールデンウィークも宿題出てたかもしれないよね。春休みも宿題出てた気がする。皆さんゴールデンウィークは何をして過ごしていますか。何をして過ごしていますか。9月1日に夏休み終わってるんだよ。それも夏休み終わっちゃってるんだよ。事前に必要最低ラインはやりました。あ、えらい、えらいね、えらい。いや私も宿題はちょっとやっていたかと言われると自信がないですね。英語の宿題をやらずに卒業した思い出がありますね。うん、やっとけばよかったな。今考えるとさ、勉強できる時間ってさ限られてるじゃない。うんうん、だからちゃんと勉強しとけばよかったなって大人になってからやっぱり思うよね。だから学生のみんな学生いるかないるかなね。ご飯のちょっと過ぎた、もうみんなお風呂入って寝る時間かな。え、多分もう同年代から上くらいしかいないんじゃない。そうなのかな。うん、宿題はやれるならやった方がいいかもしれないな。これだって学生に戻りたいですって人がいるもん。あーゴールデンウィークは大学の課題に追われてましたって。やっぱりそうなんだ、うん、ゴールデンウィークもね休みだけど休みじゃないよね実質ね。花を見に行ってましたって。花、うん、嘘、どこで、どこで、何かな。高校時代のお話をお母様からいろいろとって。え、嘘でしょ私のお母さんの話してもいい。え、して
いやさ、今日、うん、子供の日じゃない、うんうん、で、私、兄がいるので、うん、鯉のぼりがあるわけですよ、うん、で、うん、もうみんなバラバラに住んでるから、あの母から、あの今日は子供の日ですって言って鯉のぼりの写真が来たんだけど、うん、あ、写真じゃなくて動画来たんだけど、うん、まず、うんうん、そしたらね、まあお父さんが設置したんだろうね、うん、父が、あの動画に一緒に写ってるんだけど、こう泳いでる鯉と一緒にお母さんに、はい泳いでとか言われてて、こうやって一生懸命泳いでるお父さんの動画いや、すごい人格者で、私はものすごくお父さんのことを尊敬してるんだけど、本当にお茶目、かわいい、本当にそうなんですよ。泳いでるお父さんの動画が来ましたね。その後にお母さん、お父さんから今度はお母さんを撮った写真がね、うん、送られてきてて、うん、今度はその鯉をね、こうやって、まあ、こうやって泳いでる鯉をこうやって抱きしめて、こうやってここに鯉を挟んでるね、写真だったの、うんうんうん、で、どういうポーズだと思って、これはなんかあるぞと思ったわけですよ、うん、で、これはどういうテーマの写真なんですかって聞いたら、うん、両手に鯉って言ってて、まあ両手にね、鯉を抱えてるから、まあ両手に鯉なんだけど、その鯉がね、恋愛の恋だったの。両手に鯉だからこんな乙女なポーズなわけよ。普通さ、ママ上、お母さん、母、母様なんか普通さ、あの鯉と写真を撮るときにさ、いきなり両手に鯉だと思ってこうやってポーズ取らないじゃん、うん、すごいタレント性と思って、お母さんの、お母さんはやっぱりすごい人だなと思った。遺伝子が強いね。私はこうやって両手に鯉と言って写真撮ったりしませんよえ、じゃあここに鯉のぼりあります、はいってやったらどういう写真撮る？いや、それはもうあれかもしれない、お父さんと一緒でこうやっちゃうかもしれないですね泳いで、でもこれ飛んでるのよ。いや、なんかお父さんも一瞬こうやって、こうやって、なんかすごいなんかあのどうやって泳いでるんだろうっていう感じだったんですけど、本当にハッピーじゃん。父も母も好きですね、楽しい家族ですね。宮本家の皆さん、いつもお世話になっておりますお母様最高ですって本当に愉快な、すごい発想力、ご両親仲いいですねって、仲いいですね、うん、お父さんの動画見たいですだっていや、お母さんの写真をじゃあブログに入って怒られちゃうか、お母さんに、うん、え、なんか、え、指ハートってこうじゃないの？指ハート？こうじゃないの？でもこれ時代によるよね、多分。え、もうこれは古くないですか？キュンデースはもう古いっすよ。こうじゃないな。え、今こうじゃないの？わかんないよ。それは誰が正解をしているの？こうじゃないの？それどこ界隈？わかんない。初めて見たって思って。わかんない。あとはもう これとかね。そう。ハートマジか。いや、キュンはちょっと古いと思う。キュン最近 CM で見たよ。キュン、やっぱそういうのは流行ってからメディアに出るものですからじゃあ流行って廃れ始めてからテレビに出て、おじさんたちが使い始めて若い子がげんなりするっていうループができてるんですよ。なに？そうなんだと思って、世の中そうだ、今日なんかやりたいことあるって言ってなかった、うん、ない。あ、あれだ、 TikTok じゃなくってショート動画いかがでしたか？あ、見てくれましたか？なんかかなこがコメントが少ないって嘆いてたんですけどなんか私の SNS の方にはなんかもう動いてるかなちゃん最高みたいな、お、一生懸命踊った甲斐がありますね、それは。来てたから本当ですか？よかったのに、肝心のかなこに届いてないのって思って、なんか私もブログの方であのショート動画上がります、ゴールデンウィークに上がりますって書いたんですけど、あの一緒にこう配信もやりますよって言ったから、配信楽しみにしてますっていうコメントをいただいていて、うんうん、その皆さんがショート動画を見てくださったかどうかどうなんだろうと思ってたので、うん、ショート動画わからない人いないですよね。いや、どのくらいの年齢層なんだろうみたいな。あ、可愛かったねって、お、ショート動画たくさんあった、驚きましたって。そう、うん、なんかまあ見たら分かる通り同じ日に全部撮ってるんですけど、うん、千秋ちゃんが全部ダンス教えてくれて、うん、ね、すぐ覚えられてね、当日ね、そう一生懸命覚えながら撮ったんですよ。どうだった？あのね、うん、
汗かいたね久しぶりになんかそんなに踊ったと思って、うん、なんかあの楽しい方よ。なんかあのショート動画を撮ってる時になんかかなこの、うん、なんか最近の若い子はみたいな、そんなこと言った、うん、話をなんかしてて、かなこはもともとそういうめちゃめちゃちゃんとしたさ芸能系の学校に行ってた。全然行ってないよ。あ、短大の話かな。そう、短大、演劇の短大に行ってたんですけど、そう、なんかダンスしててみたいな、うんうんうん、で、なんか私もうなんか芸能系の高校になったけども超緩いからマジで実質全部自習みたいなくらい緩いの。ちゃんとなんか習ったことないの、その学校で何かを、うん、で、そんな感じで生きてきたからなんか、最近の若い子はみたいな。え？何に対してそんなこと言ってたんだろう、全く覚えてないな。なんかすごい古典をやれなくなったみたいな。古典の音楽とかじゃなくて結構こう、あ、違う違う、違うのよ。ポップスの軽いやつを踊ってみたいな。違うのよ、なんか、うん、私、うん、演劇部、高校の時に演劇部だったんだけど、うんうん、なんでかっていうと、まあ、まあ演劇部だろうなみたいな、特に深い考えもなしに演劇部に入っちゃったんだけど、うんうん、演劇部だったわけですよ。で、その時やってた芝居の中になんか夢のシーンが出てきて、うん、で、私たちほらウエストサイドストーリーが好きだっていう話を前にしたと思うんだけど、うんうん、私その時多分ブームだったんでしょうね。中に出てくるマンボウっていう曲がすごい好きで、うん、マンボウを夢の中で踊りたいと思って、うん、私マンボウを使ってたわけですよ、うん、その好きに選べるというか、その台本の中で音楽が流れると書いてある部分は自分たちで好きな音楽を選べたので、それがなんか最近その高校の演劇部にね、久しぶりにお邪魔したら乃木坂の曲を使って踊ってたり歌ってたりして、あーすごい、あ、時代っていうのはマンボウじゃないんだと思って時代だわみたいな。そうそう、みんなどんどん変わっていくんだなっていうのをすごい感じたっていう話を多分してたんだと思います、うん、そうねー、そうそうそう、そういうことを、乃木坂だったんだよみたいな。そう、なんかミュージカルのお歌やらなくなっちゃったんだよっつって、そう、マンボで踊ってないんだよ今の子はって言って、ね、多分だけど私たちの同世代もマンボでは踊ってなかったと思ういや、なんかダンス部とか、うん、なんか結構そうエンタメ系みたいな感じだったらなんか乃木坂で踊るのってすごく可愛いなと思うんだけど、うん、で演劇部の作中でとかってなったら、あ、乃木坂となるよね。うん、うん、でも可愛かったよ、みんなすごい。だって可愛いもん。可愛い、もう若い子が何かしてる。ね、ちょっと待って、おばさんみたいになってるよ私たち頑張って、おばさんなんだよ、おばさんなんだ。ちょっと待って、まだあらがいたい。え、なんであらがいたいの。私もうなんかババアの本能は、うん、もう受け継がれてくものだと思って、うんうん、例えばやっぱ若い世代を見たときに何かを食べさせてあげたいとか親目線、なんか母性じゃない？そう、なんていうの？なんか、うん、若い子に会ったときに、え、カバンの中に何かあったかな、ごめんね、何にもなくてみたいな、あめちゃんをあげたいとかね、何かあげたいとか、うんうんうん、あと、なんか私もそんな大して若い子のこと言えない格好してるんだけど、うん、ん、今日おへそ出てますからね。いや、おへそはちょっと出てないんだけど、なんかちょっとお腹がねちょっと見えるみたいなやつ着てるんだけど、うん、なんか冷えない、大丈夫ってならない。お腹冷えるはでもなるなるよね。なんかさすごい出てて、お腹冷えないかなって心配になる、それはある、うん、なんかこう自分たちが若い頃はなんかそうやってもそんなに足出してとかって言われてたのが、うん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 、なんかそのはしたないですよみたいな注意だと思ってて、なんか歯なんかうっさいしみたいに思ってたんだけど、今だったらわかるの、本当に心配なの心からそんなに足出して大丈夫みたいな、お腹冷やしちゃダメだよみたいな、もう腰に来るからねみたいな人のこと言えないけどねいやでもなんかすごいなんか心から本当になんかそういう風に思っちゃうの。あ、そっか、うん、
あんなに汗出して寒そうで大丈夫なのかしらみたいな、うん、ってならない？なるよなるなる。やっぱこれはまあ受け継がれし、なんかババアの本能なんだから、うん、受け入れてこうと思ってそっか、うん、だって無理だもん。私なんかもう車運転しててさ、うん、なんか小学生の子とかがさ、うん、なんかこう横断歩道で止まってるのよ、うんうんうん、まあ、だからあお先にどうぞって時にペコってしてパーって走ってくのを見て、うん、なんか涙が出そうになるの、うん、どうした情緒ちょっとなんかこんなに若くて偉いくて息しててもう本当に偉いみたいな、なんかやばい。だって妄想では数人産んでるもんああ想像の世界では、うん、そう。なんかこの間あのイーダと動物たちと魔法学園みたいな、うんうん、絵画のねディレクションをさせていただいて、うんうん、そうだよね、最近ディレクションもやってるって。そう、鬼川さんが演出というかでも作った作品。本当に聞いてほしいんだけど、もう主役の月のモアちゃんが可愛くて本当に可愛くて、もうすっごいいい子でなんかこうオーディションとかをして決めたわけじゃないから、うん、なんか動画とかを見てあボイスマッチするからっつってこうキャスティングをしてたから、うん、なんか、まあ、最初のページの方は、うん、なんかもうちゃんと冷静に見てて、うん、あなんかあいけますね、ハマりますね、あよかったよかった、大丈夫そうですねって中盤になって、いいだ可愛いですね、あ、うん、上手ですね、え、可愛い、はありがとうございます可愛いですみたいな、ただのファンじゃん。トークバックでありがとうございます可愛いですってもずっとただのファンじゃん限界オタクみたいになっちゃってすごい、もうで、うん、全部の収録が終わって、うん、もあちゃんが帰った瞬間にあの一緒に録音してた録音技師の方に、はい、やばいです多分もあちゃん私が産みましたって。どういうこと、どういうことや、多分産みましたねって言ったら産みましたね、どういうこと。でも本当にね可愛いって、なんかどうしようこの母性、いいと思うよ。でも20歳だけど分かりますって方がいる、うん、ああ、うんうん、いや、ああ、でもあれですよね、もうあの、あれでしょ、あのハムスターは誰が見ても可愛いみたいな、そういうことじゃないの違うか、まあ、でもそう、間違えた。子供と動物が何かを頑張っているのはもう涙が出ちゃう。ああ、わかる、うん、私初めてのお使いっていう番組が大好きで、もう泣いちゃう泣いちゃう、もう結構最初で泣いちゃう私も番組始まった瞬間泣いちゃうから、もうそうわかる、わかる、すごい。オタクは産みがちかなって、次回の映画目が検出されました。DVD 届いた、ありがとうございます、ありがとうございます。もう DVD になってるんだ。そうなの、そうかそうか、すごいお年寄りの発想って言われてるやばい、もう母性超えて年寄りってまあいっぱい産んでることだったら、そうでもね7人くらい産んでるからそうかなって思うな、うん、限界オタクみたいでなんかお知らせはありますか。お知らせはそうですね、先ほど言わせていただいたイーダと動物たちの魔法学園の DVD がAmazon で発売になってます。買うまではいかないって人も Amazon プライムビデオでレンタルができますので、うん、ぜひ見なくてもいいから借りてください。見て、そこは見て、うん、うん、借りる、借りてみてほしい。見なくてもいいからちょっと借りてほしいなと思います。よろしくお願いします。あと、7日に栃木の栃屋にというイベントに出演させていただくらしいのですが、ちょっと詳細が全く分かっておりません、はい、7日、明後日じゃん、明後日、そう、明後日、うん、もし栃木にいらっしゃる皆様はどうぞよろしくお願いいたしますツイッター告知お願いしますって言われてる、ピエーとは私は、うん、5月の22日に、うん、この銀座の方でライブをやります。お久
しぶり、今年入って初めてのライブなので。うんうんうん、ソロライブ。そう。お、なん、テーマは、テーマは今回はね、うん、あの副題はね、ドライブ。お、正しく言うとドド音符ライブだから、うん、あれなんだけど、まあ、ドライブをする歌を作ってます。うわー、そう、ライブとドライブをかけてみた。なんでドライブなの？なんか、やっぱ初夏ってこう外に出て行きたくなる季節じゃない、うん、で、私ドライブ好きじゃない、うん、車持ってないけど、うん、で、ドライブする歌で、ドライブでこうあちこちに行っていろんな人と出会ったり、いろんな景色に出会ったりするのはこう、なんかこう人生と似ているなと思って、なんかこう颯爽といろんなところをかけていく歌を作ってみたいなと思っていた、うん、結構前から思っていたので、うん、今回はそれを形に。え、真面目に喋ってる？え、コール&レスポンスもある歌？ないの。あー、今はね、そう、ないんだけど、コール&レスポンスは、うんうん、ちょっとね、まだ歌詞もね、完成しきってないんだけど、私すごい歌詞書くのに時間かかっちゃうから、うん、全然まだできてないんだけど、それも楽しみにしていってもらえたらなと思います。もし、ドドライブがライブ内で、流れなかった場合は、うん、宮本が苦戦したんだなと思っていただければと思います。宮本はやる女なので、大丈夫です。それでは、全然ね、こんなレビューもできなかったですけど、本当だね、結局3つしか食べれなかったね。とりあえずペヤングのこれは痛いです。すごく辛かった。とっても痛い。ぜひお試しを。何何、ぜひお試しをっていうから、じゃあ皆様、あ、この後 URL を発表するはいので、それぞれの4月の10日、はい、SNS をご覧くださったら嬉しいなと思います。それでは最短5月7日と5月22日にお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう、今日もありがとう。